ットニーニュースチャンネルへようこそ。私のビデオを見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読して、最新のビデオを受け取りましょう。江藤美沙、夫、源田壮亮の世界一まだ夢の中にいるようなそんな感覚、侍ジャパンを祝福&応援ショット掲載。現地では勝利の女神が応援していたようで。江藤美沙、YouTube 解説の理由は、元乃木坂46江藤美沙まだ夢の中にいるようなそんな感覚、侍ジャパンを祝福&応援ショット掲載。乃木坂46現メンバーでタレントの江藤美沙が24日にインスタグラムを更新し、夫でプロ野球、埼玉西武ライオンズ所属の源田壮亮と写る2ショットを公開。ワールド、ベースボール、クラシック、WBC、で世界一に輝いた夫をはじめ侍ジャパンに対して世界中に感動を、ありがとうございました。と感謝を綴っている。日本中が14年ぶりの快挙に沸いた日から2日。江藤は14年ぶりの世界一、本当におめでとうございますと夫をはじめとする侍ジャパンを祝福。昨日帰国しまして、感動と数々のドラマが脳裏に焼き付き、まだ夢の中にいるようなそんな感覚ですと興奮冷めやらぬ様子だ。江藤美沙、源田壮亮選手との密着ショット。日本が14年ぶり3度目の優勝を果たした WBC。 現地には江藤のほか、現地には高橋奎二選手の妻板野友美などが応援に駆けつけ、侍ジャパンの妻たちの交流も話題となった。さらに家族としましては、本当にいろいろなことがありましたが、最後まで戦意抜きいた姿に勇気をもらいましたと、右手小指を骨折しながらも奮闘した夫を称えつつ、関係者の皆様、選手の皆様、選手のご家族の皆様、本当に本当にお疲れ様でした。世界中に感動をありがとうございました。と感謝と祝福のメッセージを送った。ファンからは旦那さんの怪我を心配していましたが、美沙先輩が近くにいたからこそ旦那さんは骨折してても気持ちで頑張ったと思います。優勝おめでとう夫婦フォトとっても微笑ましいなど多くのコメントが寄せられている。現地で応援している様子とともに感動と数々のドラマが脳裏に焼き付き、まだ夢の中にいるようなそんな感覚です。家族としましては、本当にいろいろなことがありましたが最後まで戦意抜きいた姿に勇気をもらいました。関係者の皆様、選手の皆様、選手のご家族の皆様、本当に本当にお疲れ様でした。世界中に感動を、ありがとうございました。と思いを綴っている。現地では勝利の女神が応援していたようで。侍ジャパン、源田壮亮の妻で元乃木坂46、江藤美沙と、高橋奎二の妻で元 AKB48 の板野友美が性感染していたようです。優勝後、源田は江藤の肩を抱き寄せて2ショットを自撮りするイチャイチャぶりを発揮。板野に写真を撮ってもらっている姿も見られました。そんな中、江藤が注目を浴びたのが、前日のメキシコとの準決勝後に板野が自身の SNS に投稿した2ショット動画だった。板野は江藤と顔を寄せ合っている写真を公開。夫の高橋とはヤクルトの同僚である村上宗隆が9回に逆転サヨナラ打を放つと、キャーという歓声と悲鳴が入り混じった音声で、現地の熱狂ぶりを伝えているのだが、乃木坂ファンが気になったのは江藤の手元だったようだ。江藤がしていたのは、バンクリーフ&アーペルのメインアイコンとされるアルハンブラシリーズの腕時計で、100万円以上する高級品です。バンクリはパリ5大宝飾店にも数えられるブランドで、芸能人がよく愛用していることで知られています。ネット上では美沙先輩の時計バンクリだよね。可愛い、と思って調べたけど、案の定値段は超可愛くなかった。そらそうよ。旦那さんの年俸いくらだと思ってんの。むしろ安物つけてたら恥かかせるレベルだって。いや源田関係なく江藤の稼ぎで買えるだろといったコメントが書き込まれていますが、秋元康グループでの一番の成功者との認識は誰もが一致するところです。10年前には乃木坂46でもアンダーで、12枚目シングルまでは選抜入りしても3列目でいることが多かった江藤。それが今では、インスタグラムではキラキラしたランチやスパなどセレブぶりを満喫している画像で溢れている。
元乃木坂46で同じく一聞きだった高山一実は以前のバラエティ番組にて、1年目とか下積み時代とかは給料付き5万円だったと乃木坂の給料事情を明かしています。おそらく江藤も同じような水準だったはずですが、そんな彼女が100万円超えの腕時計をして WBC 決勝のグラウンドにいるのですから、乃木坂ファンも感慨深いものがあるでしょうね。現在もモデル業など表に出る仕事を継続している江藤。WBC 優勝で芸能界でのアスリート妻枠での需要がますます高まりそうだ。江藤美沙、YouTube 解説の理由は。また、同日に公式 YouTube チャンネル江藤美沙チャンネルを開設した江藤。初回動画は、26日の20時30分に公開予定。YouTube は何年も前からずっと迷っていたのですが、母になり子育てをしていく中で、息子にはいろいろなことにチャレンジできる人になってほしいと思うようになりました。その前に母である私が、チャレンジしていく姿を見せていきたいと思いましたと挑戦のきっかけには、息子の存在があったことを明かした。そして子育てをしながらの挑戦になりますが、自分のペースでのんびり更新できたらと思います。これまでとは違った普段の自然体の姿を発信していくことが大きな挑戦であり、また楽しみでもありますと今後に期待を膨らませ、内容は家族とのオフ動画や、子供との関わり、現代化の料理など、基本的には家でリラックスした姿が多くなるのかな、と思いますが、どんなものにしていこうか皆様からの質問やリクエストにもお答えしていけたらと思っていますと動画についても説明した。2023年3月24日、ファッションモデルとして活動し、一児の母としても奮闘する元乃木坂46の江藤美沙が、公式 YouTube チャンネル江藤美沙チャンネルを開設した。初回動画は、3月26日の20時30分にアップされる。公開に先駆けて、公式 Twitter は、@江藤美沙スタッフ、もオープンした。YouTube チャンネルでは、WBC でも大活躍した夫、源田壮亮選手との仲睦まじいオフ動画や息子の愛用品紹介、源田ファミリーのご飯レシピ、ママファッション、メイクなど、日常の様子を収めたありのままの江藤美沙をファンや視聴者に届けていく。初回は夫と大分県の実家に帰省した時の家族ブログの内容となっており、源田選手の野球コーナーもある野球ファンにとっても激レア必至の一本となる。江藤はこれまでとは違った普段の自然体の姿を発信していくことが大きなチャレンジであり、また楽しみでもあります。日々の生活を大ごとにしながらマイペースに更新していきます。よろしくお願いします。とコメントを寄せた。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。